阿賀町及び隣接する五線市における平成の大合併の地図。当町は旧四町村が合併して誕生した。阿賀町は新潟県下越地方の東神原郡にある町。2005年に津川町、鹿納瀬町、三河村、上川村の四町村が新設合併し発足した。町名の由来は地域を流れる阿賀野川から。江戸時代までは、 藍津半領であり、町域の大部分は1886年まで福島県に所属していた。町の中央は賀野川とその支流の常波川が流れ、その沿岸の段丘を中心に開けた山間地域。面積は952.88平方キロメートルで、新潟県面積の約6.8%を占めている。その広さは、 県内三十市町村で、村上市、上越市に次いで三番が目である。山形県西沖多摩郡小国町、飯出町とは、数メートルまで接近しているが接していない。間にある、飯出山の稜線の登山道が、福島県北方市だからである。津川の岩木八祥の地の、石踏町の中心である津川は、合図と越後を結ぶ水陸の交通結節点として、 古くから栄え、江戸時代には、塚は船道と呼ばれる、水運業者が、新潟港との間の周運ルートを統制していた。明治期には、古川一米による草草銅山の本格開発が、始まり、鉱山ふもとの門上には精錬所や加工が整備された。1883年には、別紙銅山に次ぐ、国内、第2位の産出量となったが枯渇が進み、 1914年に閉山となった。昭和初期には、カノセダムが完成し、豊富な電力資源と阿賀野川砂岩で取れる石灰岩を利用して、昭和電工カノセ工場が創業開始。カノセは企業城下町の性質を持つ。過去の豪雨災害時には、河川氾濫がたびたび発生しており、平成23年7月新潟。 福島豪雨や令和元年東日本台風でも浸水被害が出ている。旧津川町役場を阿賀町役場本庁とし、大一町に村の庁舎は、支所となった。近世や近代には前述の草草道山のほか、大谷金山、持草鉱山など様々な鉱山があり、遺構が現在にも残る。津川駅阿賀町内のバス、路線津川駅前バス停町内には、 新潟交通観光バス津川営業所が置かれ、2019年夏時点では合計13の系統が運行されていたが、運転手不足のため2020年頃を目途に全路線廃止となる可能性が報道されており、2019年秋には一部路線が廃止されている。なお、大半の路線バスと並行する形でスクールバスが運行されている。 新潟大学病院前に設けられた阿賀町バスの停留所津川駅に停車中の SL 番越物語観光列車 SL 番越物語が三河駅及び津川駅、肘谷駅に停車する三河観光機の公園国の天然記念物将軍杉滝頭湿原のホタル岡倉温泉アスナロソの露天風呂町内には多くの温泉があり民間のほか町や 第三セクターにより運営されている施設がある。このうち、第三セクター、上川温泉により運営されている施設が2019年9月時点では、6施設あったが、新型コロナウイルス感染症流行の影響などを受け、同団体は2020年5月末をもって、すべての指定管理から撤退。このうち2施設は、全撤退前の2019年10月より、 一施設は2020年7月より朝営での営業に切り替わり営業継続されているが、残る三施設の存廃は未定である。また、同じく第三セクターのホテル三河は2017年に中国資本の日本法人により買収されたが、こちらも新型コロナウイルス感染症流行の影響により2020年3月で休業となった。なお、 革新湖畔青少年旅行村も、上川温泉により運営されていたが、かのせ、赤湯と同日に朝営による営業に切り替わった。ありがとうございます。